from Tokyo TBS Radio After Six Junction Let's go。6時30分になりました。8月2日金曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの歌丸です。金曜パートナー TBS アナウンサーの山本貴明です。いつもの週刊映画辞表ムービーウォッチメンはお休みしまして、ここからはカルチャー界の重要人物を迎えるカルチャートークをお送りします。今夜のゲストはスタイリストの伊賀大輔さんです。よいしょ、いらっしゃいませ。じゃあよろしくお願いします。ついにということでございます。はい、伊賀さんね、かっこいいですよ。すいません、ちょっといやー、笑顔も素敵、顔が顔が赤くさっき聞いてたやつ。いや本当に勝手に恥ずかしくなってる勝手になんですよ、山本の顔がね勝手に赤くなっているというさあ、ということで伊賀さん、本日はどんなお話をしてくださるんですか。はい、見たらスーツでビシッと決めたくなる映画をご紹介します。いや、まさ決めようぜ。お前、ありがとうございます。この時間は西原商会他各社の提供でお送りします。西原商会、美味しさを紹介。業務用総合食品卸西原商会。カルチャートーク。さて、いつもはムービーウォッチメンをお送りしている時間ですが、今夜お休みしまして、カルチャー界の重要人物を迎えるカルチャートークをお送りしていきます。ゲストはスタイリストの伊賀大輔さんです。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、なんで休みかと言いますと、僕が47都県ツアーの佳境で、結構日程的にきつい週だからというね、ことで休ませていただきました。はい、でもよく考えたら今週もきついんですよ。来週別に楽じゃねえんだけどっていうねで、今日ガチャ回すんじゃ全然意味なくねっていう会話もありましたね。うん、そういうね、事実にさっき気づいたというね全然楽じゃないっていう。はい、ということで伊賀さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊賀さんには、このね、前に僕がやっていた番組、土曜日のウィークエンドシャッフル時代にですね、ボンクラ系トークラジオ、サイフ。あと、映画の中のファッション演出特集など何度も出演いただきましたが、なんとアフターシックスジャンクション初登場で番組に出ていただくのは2013年8月以来なんですよ。はい、びっくりですね。ね、はい、すごい。でもちょいちょい皆さんね、会う機会も多いから、そうですね。はい、私よくご連絡もいただいてしてるんで。すいません。いや、ということで、なんか意外な感じがいたしますが、はい、改めて伊賀さんのご紹介を山本さんからお願いします。はい、お伝えします。伊賀大輔さん、1977年生まれでいらっしゃって、1999年からスタイリストとして活動を開始されます。映画、ドラマ、CM など様々なジャンルで衣装を担当。これまでに手掛けてきた映画は、モテキやバクマンなどの大根仁監督作品、それから化け物の子や未来の未来、細田守監督作品をはじめ、船を編む、溺れるナイフ、何者など多数でいらっしゃいます。はい、最近でもファブルやってましたよ ね、 そうですね。はい、最近はファブルと、あとさよなら唇という、はいはい、塩田明彦監督の映画とか、これね、そうね、すごくいいっつって、はい、で皆さんからもおすすめされてるので、結局劇場で見るタイミングをちょっと逸してしまいまして、はい、なんとかしてそろそろ2番館でやると思うんで、はい、おかげで見たいと思いますので、はい、はい、ということで伊賀さんにスタイリストとしてご活躍されているというのもあって、はい、特にやっぱ映画の中のファッション演出特集とかで、はい、やっぱ映画において何、人物が何を着てるのか、どう着てるのかっていうのは全然映画によくストーリーテリングの重要な一部だったりする。監督によってはすごくそこに込めてるものも多かったです。で、分かりやすいところでローマの休日ね、はいはい、例にとって、はい、話していただきました。はい、あれも本当にね、はい、素晴らしかったです。実はワンポーズだっていう。そうそう、同じ服をこうだんだんその着方が変わってくることで、アン王女のその立場とか心理の違いが描かれていくと。あのスカーフを取って襟を開けて髪を切ってって、どん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 こう重しをこう外していって軽やかになっていくっていう、そういうのを話させていただきました。ね、はい、ローマの休日だってへーってことがあるわけだから、まあ、すごいことなんですよ。うん、さあ、ということで、伊賀さんに久々にですね、はい、いずれちょっとまたファッション特集とかね、映画の中のファッション特集お願いしたいんですけど、はい、今回はですね、スタイリスト目線で選んだおすすめ映画でちょっとワンテーマ持ってきていただいたんですよね。はい、そうですね。何かファッションでってことだったんですけど、僕が最近
見て、うん、ぐっときつつ、なんかこれを、で、歌丸さんとお話したいなってのがあって、まあ歌丸さんもよくアートログで洋服の話されるじゃないですか。俺は短パンだとか、であとはやっぱスーツとか、はい、まあライブとかで着られてると思うんですけど、はい、なんかスーツって、うん、僕ら普段スーツで働いてないんで、うんうんうん、なんかビシッと決めてる人を見ると、うん、おぉかっこいいなとか、やっぱ映画見るとすごい着たくなる映画が多くて、うんうん、なんかそんな話を歌丸さんとできればいいなと、はい、思ってきました。これくしくも僕、はい、まあちょっと某ファッション誌で、うん、これ8月、末に発売になるやつで、はい、まあこれ出たらダメでまた言いますけど、まさにスーツがかっこいい、はい、それ全く別個で依頼受けて、たまたま、うん、ちょっとね、短めのコラムを書いたんですよ。はい、しかもその中でもう、お前ファッション評論家かっていうくらい、すごいかわいいそのファッション、うん、書いてて、ここのチーフの使い方が、みたいな、はい、タイムリーですね。それもちょっといずれ話そうと思うんですけど、はい、ということで、なんかきっかけとしてこれがっていうのがあったんですか、皆さんに。そうですね。ちょっと前に、うん、まあでもたどれば、うん、去年、文芸座でやられてた、うん、船村さんが森田芳光監督の、はい、特集上映で作品上映やりました、はい、やるっていうのがあって、はい、でその中で僕がそれからって映画どうしても見たかったんです。夏目漱石、はい、ね、夏目漱石を森田芳光さんが1985年に映画やりました、はい、でそれは僕も昔見て、うん、すんごい、まあ、耽美的であり、うん、その和遊折衷とか、うんうん、その明治時代の風俗を描いたものとしてもすごいかっこいい映画だから、うん、スクリーンで見たいなと思って、その行きたかったんですけどどうしても行けなくて、お仕事ね、はい、うんうんうん、でその後見返した時にすっごいやっぱこれスタイリングめちゃくちゃかっこいいなと思って、はいはいはい、それでじゃあちょっとそのやっぱスーツというテーマ、そうですね、これででもスーツっていう時にこれ僕そのファッション誌の方ではまんまとそれやっちゃってるんですけど、はい、いわゆる海外ものあるじゃないですか、はい、まあいくらでもある、まあもちろんスーツってね西洋文化なわけだから、ね、はい、そこは今日はあえてはいかないってことですね。そうですね、やっぱまあキングスマンとか、うん、まあスカイフォール、トム・フォードとか、うん、まあシングルマンとか、うん、まあ裏切りのサガスとか、うんうん、まあ何でも、はい、かっこいいスーツってのはいっぱいあると思うんですけど、でも奴ら胸板あるし、足長いし、確かに。無理じゃんみたいな。やっぱりそのね、体型の差もあるし、あとやっぱりそのなんか向こうが背負ってきた洋装文化の、そうですね。ね、はい。スーツなんか特にちょっと、そうですね。出ますよね。はい。まああっち来た時こっちまだモンペ履いてるみたいな、そういう感じだよね。それこそ裏切りのサーカスの着こなしとか、これは、その、これにこれを合わせるのはちゃんと文脈が、そうですね。あるんだろうなみたいな。俺らがこうなんとなくで合わせるのとはちょっと違うんだぜなっていう、ありますよね。はい。そうなんです。だから、まあちょっと今日はその、ずるいスーツじゃなくて真似できない言うなら真似しようもないやつじゃなくてまあでも今日紹介するのが真似できるかって言ったら松田優作なんてできないんですけど一応そんな日本人というか、うん、まあ邦画のお話できるといいなと思ったんですけど、はい、じゃあ一発目はやっぱり それからですか。そうですね、うん、1985年、はい、でまあ松田優作さんがまあ高等遊民というか、うん、まあ大輔って名前なんですけどね、うん、まあスーツ一発目からまあこれは明治時代の話なんで、うん、1910年ぐらいですね、10年代ぐらいなんで、まあラウンジスーツというか胸もダーツもなくて、うんうん、襟がとにかくすごく大きいですね、うんうんうん、で肩パッドも入っていなくて、うんうん、で大体こうリネンというか麻のような生地を着ていて、はい、で松田優作さんのタッパでちょっとゆとりがあるぐらいなんで、はい、ものすごいビッグシルエットなんですよね。でそれをやっぱこうふわっと着ているその優作さんが、はい、でまあ色使いベージュが中心だったり、はい、でベージュの上下にオフホワイトのワイシャツにものすごい薄いレジメンタルのネクタイとかをしてて、うわなんだこの、うん、この高等遊民感というか、かっこよすぎるみたいな。当時にねそんな格好してたらもうどんだけハイカラなんだっていう、ね、はい、我々が見てもね、そうですね、ねすごい感じですね、はい、でもビッグシルエットってことは まあ、当時1980年代半ばで、はい、その東京デザイナーズファッション的にも、ね、はいはい、ビッグシルエットな感じ、はい、しかもレトロな感じも流行ってたから、はいはい、ちょうど85年の流行りにも合ってるし、うん、そして今2010年代末のビッグシルエットな感じとか、うん、はい、合うんですよね。そうなんですね。で途中でそのリネンのすっごいまあさダッサーコートというか、ブロックコートというか、うん、ものすごい大きいサイズのリネンのまたコートを着てるんですけど、で後ろから見ると着物のようにしか見えないんですよね、うん、でああこれ後ろからカメラが寄ってった時にあこれ着物なのかなと思ってパッと優作さんがバッと振り返ると、うん、襟がついててちっちゃいでボタンが3つついててあこれ洋服なんだみたいな、うんうんうん、
で、そこにスカーフを着て、下があればジャケットセットアップなんですけど、うんうん、この和洋折衷感すげーかっこいいみたいな。劇中の人物がやっぱり和装と洋装を、はい、まあ、両方してて、で、なんかその、ここでのスーツルックはちょっと着物の延長にも見える、うん、そうですね、感じがありますよね。あのちょっと書生スタイル、まあ羽賀健二さんとか出てるけどね、はい、羽賀健二さん書生なんですよ、ね、まあ、シャツの上に着物着てて、まあ、書生やってたりとか、うん、まあ、やっぱその辺のちょっと着るものが、うん、中村和夫さんがやってるお父さんが着物着たりスーツ着てスリーピース着てたりとか、うんうん、結構いろんな格好してるんで、うん、それもすごい面白いんですけど、うんうん、あとで小林薫さんがその、まあ、大輔さんがね、はい、まあ、最終的にはちょっとこうね、はい、藤谷美和子さん演じるその奥さんを、まあ、取るというか、道枝さんなっちゃうことで、小林薫さんもまたちょっと対照的な、そうですね、だから薫さんの方がやっぱその現実的というか、なんかフィジカルなんですよね、うんうん、ラストの三つ揃えのベストもすごいちょっと、ボタンがいっぱいついてて、はい、体にすごいフィットしてるんですよね、うんうん、でこの優作さん、まあ、大輔の、うん、全体的に言えることなんですけど、うん、この間見直して思ったんですけど、はい、やっぱ体のシルエットがほとんど出ないんですよ、はい、体の線が出ない、全体的にオーバーサイズで着てるんで、はい、そのフィジカル感というかその体の線の細さみたいなものが出なくて、そのなんていうんですかね、生活に困窮しない感じというか、うんうんうん、その何者からもサイズというものに縛られてない感じがして、はい、ふわっとしたイメージにつながるわけですね。はい、一方小林薫さんはそれこそあのこれ三沢和子さんね、はい、あのプロデューサーでもある、はい、奥さんの森田さんの奥さんでもある、はい、にあの背中にその板入れて演じたっていうねその話を聞いてて、で、はい、まあ、正確には板じゃなくてコルセットっていうか、はい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 、でもう背中をガッチガチに固めて、で多分シルエットスーツのシルエットも四角四面っていうか、あ、なるほど、できるだけ四角にスクエアに、あ、まさにスクエアな人間の役だから、そうなんですよね。そういうことらしいんですよね。サイジングはもうぴったりしてて、だからやっぱその、はい、なんていうんですか、まあサイズにとらわれてるというか、そのやっぱその大輔と、小林薫さん、平岡が、その、うん、向かい合っていると、すごいやっぱ人種が違うって感じがすごいするんですよね。縛られている人と自由な人みたいな。はい、そうそうそう、まあ、ある意味社会に完全に適応している、その小林薫さんの側と、うん、社会に適応できない。だからすごく今っぽいキャラクターなんです、うん、その主人公は。ふわ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 してて、っていうね。それとその旧来的な日本の社会のあり方が、その、あるその恋愛関係を通して対立するって話なんだけど。うんうんうん、はい。で、これね、あのさ、それからは北村美智子さんっていう、ね、そうですね。もう、はい、もう僕の超敬愛する大先輩というか、まあ、北村美智子さんって、まあ、ソーセージとか塚本慎也監督の衣装とかやられてる方なんですけど、うんうん、まあ、衣装図っていう、うん、美智子さんの本とか読んでも、はい、松田優作の指名で、それからという映画の衣装が来たっていうのがあって、はい、うんうん、で、その中のエピソードで、すごい僕がさっき面白いなと思ったのが、そのやっぱ、1910年代の話なのに、85年っぽくて、はい、そして今見て面白いっていうのは、ラストシーンの時に、はい、白のスリーピースを優作さんが着たがったらしいんですね、うんうん、で美智子さんが絶対に嫌だって言って、うんうん、でだったら、あと1週間ぐらいあったらしいんですけど、ラストシーンの撮影まで、うん、1週間以内に俺が選んだやつよりかっこいい服持ってこいよって美智子さんが言われたらしいんですね、うんうん、それで探し絶対探してると思って探しに探して、はい、持ってったのがコムデギャルソンの、うんうん、しかも、なんつったらいいんですかね、これジャケットが2つついてるジャケットなんですよ、うん、ジャケットが2つついてる、重なってる、重なってる、うんうん、これ嘘みたいな話なんですけど、うんうん、本当なんですけど、で、だからジャケットを、1枚なんですけど、うん、重ねて着てるようにしか見えないグレーのジャケットがあって、うんうんうん、でその時は、下チョークストライプの、まあ、リネンのちょっとワイドパンツみたいなのが入ってて、それであの最後の、リュウチシュウに怒られる、うん、めっちゃリュウチシュウにめっちゃ怒られるっていう地獄のシーンなんですけど、本当にめっちゃ怒られるところクライマックスめっちゃ怒られるあの立派な大人に、日本の立派な大人にめっちゃ怒られるふわふわした若者、そういうことですそれで、そう、で、どんだけ、やっぱしかも、そのコムデギャラソンで、うんうん、そのジャケットが重なってるって、どんだけ奇抜な服なんだと思って、うんうん、本編をこうもう一回見てみても、全く違和感がないんですよ。その明治時代のね、すごく奇抜さがある服を狙って着せてるように見えないんですよね。やっぱそれはなんか明治って時代の、まあその洋服と和服が合体してる面白さとか、うんうん、なんかそのシルエットの大きさみたいなものが、うんうん、その、今見ても、全く通用するというか、はい、あ、こういう大きいシルエットのものをふわっとこう着たいなと思わせられるんですよね。あ、コムデギャルソン、まさかの。へぇー。面
白い。痛くなるな。まあ、あの森田芳光作品はすごいね、実は洋服のスタイリングにすごく意識が高くて、ね、はい、あの森田芳光全作品中今、うん、キネマ旬報でずっと連載して、それからの回はもうちょっと過ぎちゃったんですけど、うん、あのちょいちょい言及してるので、うん、そちらもちょっと注目していただきます、はい、じゃあどんどんちょっと他の作品もお話しください、はい、あと僕が大好き、あちょっと80年代っぽい流れとしたら、うんうん、この間目黒シネマで見た、はい、東京上空いらっしゃいませ、はい、世界には90年代90年代だけど、はい、でも複数としては80年代、そうですね、で相馬慎二監督の映画 で、うん、でここで中井貴一さん、まあ、牧瀬里穂さんの映画デビュー作ですね、うんうん、それで、中井貴一さんが出てくるんですけど、これがもうなんていうんですかね、まあ、やっぱ要はバブル時代なんで、うんうん、まあ、スーツは結構、まあ、ちょっとそのソフトスーツ目ではあるんですけど、うんうんうん、ラベルはそんな大きくないんですけど、はい、中井貴一さんがトロンボーンを吹くシーンがいっぱいあるんですけど、はい、そこでワイシャツ姿によくなるんですね、はい、でそこで着てるワイシャツがいかにも90年代っぽいっていうか、うんうん、アームホールっていうか、腕の幅がものすごい太くて、はいはいはい、でラベルが超ちっちゃくて、うんうんうん、ラベルと襟ですね、でネクタイをすっごいもう結び目が、うん、逆ぐらいちっちゃいんですよ、ホントが逆ぐらいむっちゃくちゃちっちゃくて、そこからペラーンとなってて、でそのなんかバランスの感じが、でトロンボーンを吹くっていうことはその腕を動かすので、うんうん、その動きがものすごいふわっと出てて、すっごい色っぽくてかっこいいんですよ、ね、あーへえ、あーつながるのか、そうか、そのそういう演出とも一致している、そうですね、へえ、それがすごい、でやっぱやっぱ90年代以降、うん、まあスーツが細身になっちゃって、うんうん、ノットっていうか結び目がまあ細いネクタイの時は大体もうネクタイ自体が細いので、うん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 、今なんていうんですか、元々の幅が広いネクタイをものすごいちっちゃく結ぶってあんまりいないんで、この感じもすごい新鮮だなと思って、なるほどね、この時期にしかある意味ない感じっていうことなのかな、ね、1990年、はい、相馬慎二監督ね、東京上空いらっしゃいましたけど、はい、これもすごいぜひ見てほしいですね、うん、これの中のね、この今スティル写真みたいに見るとやっぱこの牧瀬さんちょっとローマの休日のオードリー・ヘプバーンっぽい、素敵、はい、でもちょっとそういうところありますね、うんうん、最初に作られたアイドルっぽい衣装もめちゃくちゃいいんですよね、うんうんうん、まあ、これは良かったですね、スタイリングが全体的に、うん、さあ、はい、そしてさらにじゃあちょっと数いきましょうか、はい、ですね、じゃあじゃあその流れでいくとすいません、うん、今日の僕のしてる格好とかもちょっと近いんですけど、まあやっぱ前歌丸さんが、うん、映画評論でも言ってた、はい、原敬一監督の始まりの道、はいはい、の、うん、原敬一さんはまあアニメ監督なんだけど、はい、初の実写で実写版、はい、2013年、はい、私も表しました、はい、でまあ木下圭介監督の、うん、まあまあ半自伝というか、はい、なんていうんですかね、はい、ちょうど映画が撮れなかった時期というかね、はい、その時の話なんです、はい、加瀬亮さんが木下圭介さん演じて、それで、まあ、その、映画撮れない時期になって、まあ、映画の後半で、いよいよじゃあ、まあ、戦争もあれして、うん、映画撮れるっていうシーンになるんですけど、うん、ここで、その海岸で、うん、で、今までその、国民服みたいなの着てるんですね。うん、その戦時中なんで。うん、だけど、そういうのが落ち着いて、じゃあ、監督映画撮りましょうってなった時に、それまでやっぱ、ほとんどその戦中の話なんで色が全然ないんですよね、うんうんうん、もう全部くすんだ色ばっかりなんですけど、うんうんうん、海岸の中に、うん、その歩いてくる木下圭介こと加瀬亮君の真っ白いスーツ着てくるんですよ、うんうんうん、これも理念で朝で、うんうんうん、でかいシルエットなんですけど、うんうんうん、それでまあ台本みたいに持ってるのかな、で白い帽子をかぶって、その俺はなんか新しい気持ちで真っさらになって映画を作れるんだっていう、うんうん、で横移動ドリーでバーってその歩いてて、うんうん、それを見てると本当になんかもう泣けてくるっていうか、うんうんうん、そのまあ、要するに晴れ着というか、うんうんうん、晴れて映画すごい真っ白だ、うん、本当に、うん、すごい、うんうんうん、でしかも、まあ、海岸で逆光で撮ってるんで、はいはい、すっごいやっぱこのなんていうんですかね、うん、決意表明みたいなものがすごい眩しくて、うんうんうん、やっぱこの姿もなるほどね、はい、しかもそこからそのこの作品の実は最大の盛り上がりでもある木下圭介その作品のそのなんていうの DJ 的なダイジェストが最後につくんですよ。つまりこの後木下ミックス完全にミックスなんだよ、メガミックスだ。木下圭介がこの後どんな名作たちを撮ったのかがここから日差しがガーッとなって、うん、そこも圧巻だから、うん、なるほどね、このスーツで、しかもやっぱその現実、その戦時中とか、うん、戦争ね、戦時中のその日本の現実みたいな重力から俺はもう、うん、
自由になって先を作ってやるっていう、はい、そういうあれにも見えるっていう、波打ち際で空もね、真っ青に晴れて、これも、見た時はすっごい感激しましたね。見直そうか、ね、はい、いつか白いスーツ着てえなと思って俺も、ね、でもこれ白いスーツでハットまでってなかなかね、なかなかないですね、ね、はい、俺らだったらすぐカレーの染み柄にしてしまいますから前のフラッシュバック夏の時の、はい、あれスーツですね。あ、そうですね、それ白スーツ、ね、ジャケはそうですね、はい、確かに。あの感じとかすごいかっこいいなと思ってました。うんうんうん、あれはね、バックがやっぱその、もうバックも白だから、はい、やっぱそのなんかいいんですよね。はい、そういうね、現実から帰りしたから。さあ、もう駆け足で、もうちょっといけるかな、はい、そしたら、呪縛。ですね。これは1999年の東京、はい、金融不織レッド呪縛、はい、原田雅人さん。はい、ですね。これ、原田雅人さん映画に全て言えることなんですけど、原田雅人さんは、とにかくスーツがいっぱい出てくる男の映画が多いんですね。この間で言うと、この番組でその検察側の罪人とか、はいはいはい、あそこもスーツばっかり出てきて、確かに。あと、クライマーズハイもスーツばっかりで、確かに。で、それの原点というか、スーツ、もうほとんど同じ服なのに、全然みんな個性が違うというものを描ける映画として、うんうん、やっぱ呪縛の役所広司さんが最強にかっこいいなと思うんですよね。はい、これの役所さんの着こなしってのはどんな、これ時代的には、80年代後半みたいな感じなので、うんうん、その特段すっごい変わったデザインのスーツというわけじゃないんですけど、ある意味本当にサラリーマンスーツですよね。そうですね。で、うん、途中で、その自分らの、会社のしでかしたミスをこうなんてみんなでこう自浄してないといけないで、うんうん、帰れなくなっちゃうんですよね、うんうん、それで最初はビシッと着てたスーツがネクタイ緩めて、うん、どん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 そこで黄乱れていくところの黄乱れていうか着崩しというか、そうですね、だからこれはあれですね、シン・ゴジラでいう、長谷川さんが、帰れなくて、うんうん、スーツだけど帰れなくて、クリーニング出そうかみたいな話になるところにちょっと通じるっていうか、なるほどね、しかもそれか、それの洋服を通じた演出にもなってますもんね、それはね、一生懸命働いてるし、そうですね、そこにまた色気も出てくるみたいな、ね、でやっぱこのスーツ姿がいっぱい出てくる男にもうそれだけでも燃えるっていうか、うんうん、その感じはありますね、やっぱり、ね、確かに。そうか、原田雅人さんスーツ映画が多いのか、うん、そうですね、なるほどね、まあ、仕事を働く男の映画が多いってことなのかな、ね、まああと、日本の一番長い日もある種のこう、うんうん、制服スーツ映画というか、確かに確かに、はい、なるほどね、はい、ということで、あっという間に時間早いな、特集で聞きたい、すいません、バーッと話しすぎました。いやいや、でもね、やっぱね、伊賀さんはやっぱ、まあ、もっとね、もっと頻度を読まないといけないということが、はい、これ分かったと楽しみ、ね、思います。でもちょっとね、普段はね、お仕事でスーツ着てるから逆に ね、日頃はカジュアルになりたいっていうのも分かるけど、はい、やっぱちょっとね、ちょっとどうですか、そのミスターエアリズムは、ちょっとヒントをですねいただきたい、ファッション的なオナリズムとか言ってる場合じゃないんだよ恥ずかしくないのか恥ずかしいですよ、はい、伊賀さんこの後ね、はい、アトロックフューチャー&パストにもお付き合いいただきます、1時からです、はい、ということでありがとうございます、引き続きよろしくお願いします、すいません、最高、伊賀大輔最高、ありがとうございます、来週月曜日、8月5日のこの時間はエリキコミック安井一郎さん登場です。